はい、お疲れ様です。岡田です。さあ、本日は、皆さんお待ちかねの素振りタイムです。失礼しました。皆さんお待ちかねのシーズンの、22ですね。これが、最新版ですね。最新版シーズン22の動画ですね。お届けしようかなと思います。さあ、シーズン22もだいぶ盛り上がってきたんじゃないですか？ね、ロッカーも開けて、ね、お茶目な部分も見せていきます。いやー、盛り上がってますね、シーズン22。もうね、季節もね、夏ですからね。やっぱ夏といえばシーズン22。夏といえばシーズン22ということなんですよ。だいぶ盛り上がってるよね、この。おーっと、盛り上がりすぎてロボットと鉢合わせていく。さあ、技師がそこにおるということでございまして。本当大変申し訳ない。大変申し訳ない。まさかね、まさか、こんなにもシーズンをまたぐことになるとは、当初の私は思ってもなかった。思ってもなかったね。まあ、義手を拾っていきますと。いやー、今何ですか？シーズン何ですか？もう見ない間にシーズン変わりましたよね。いや、もう、ちょっと、早すぎるってシーズン変わるの。早すぎて追いつけないよ。今何？シーズン 26？ 7？ もうちょっとそこら辺も曖昧なんですけどもね。さあ、ここで無傷球場を決められていきますと。もう本当に一昔前の試合なんで、マジで覚えてないね。どういう試合展開をしてるのかっていうか、覚えてないし。まあ、いろいろね。そうですよ、そうですよ。なんか強化がまた入ってきたりとか、つかもうだいぶですよね。だいぶ強化とかいろいろ調整入ってるよね。見ない間にね。知らない間にね。そうなんですよ。もうほとんど追いつけないレベルですよね。まあでも一番ホットな話題といえば、一番ホットだといえば、あーっと粘着。すごいな。裏の鏡像にこんなに命かけて粘着するのはあまりないですね。さあ、磁石をもう一個使って、すごいですね。磁石ふんだんに使ってますね。まあ、これは泥棒を拾っていくという感じですね。そうですよ。なんとこのジョゼフに強化が入ったというね。めちゃくちゃこれがホットなわけですね。まあ、その強化が入ってもう1週間か2週間ぐらい経つっぽいですけどね。となるとね、やっぱりもう、もはやこの動画本当に意味ないんだよね、見る。見る意味ないんだよな、マジで。あと、パラパラ戻りすぎてる。めちゃくちゃ下手くそだな、これ。あれだね。さすがに、当時はこの時はピークだと思ってたけど、今こう見ると、全然、今の方がうまいな、マジで。その自信ある。今全然やってないけど。今全然やってないけど、そうなんです。攻撃の振りとかがね、攻撃の振りやら、パラパラの硬直やらがね、強化が入ったということでございます。だからあまり参考にならない。なんならだってサバイバーだってめちゃくちゃね、調整来てるから、もう全然本当に何の参考にもならんのよな。ほんと一昔の前を振り返ろうって感じになっちゃってる。で、多分ね、この展開だと負けるから、なお見なくていい、マジで。なお見なくていい。多分これ負けるね、この展開だと。すげえな。めちゃめちゃ強気だな。中華でもあんまりないですね。まあ今中華で僕はちょっとランク馬を回して修行してるんですけど、まあできる範囲でやってるわけなんですけども、あんま中華でもここまでないっすね。
中華のサバはね、なんだろう、やっぱ海賊の意識が高いかな。うん、やっぱゲームの本質をよく分かってらっしゃるね。うん、ゲームの本質よく分かってらっしゃる。解読ゲームだっていうことをよく分かってらっしゃるから、なんかあんまり無駄なことしてこないですね。おー、惜しい。さあ、これは義士を、まあ、全体負荷かはかけられてるんで、はい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 。まあまあ、まだ、でもまだいけそうだな。まだなんとかなりそうな予感はするけど、どうだろうな。でも踊り子と炭鉱、泥棒、解読がそれなりに義士捕まえているから。ああ、泥棒立て直し、立て直しよくしますね。中華だったらもう上がってる気がする、この展開。立て直しせんもんなやつら。で、炭鉱が救助に来ると、あれ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 れあれれ、おかしいぞ。何が、お、義士の裏球もしてる。なんかすごいな、めちゃくちゃガンガンタイプだね、この人たち。ガンガン俺たちやってくるぜみたいな感じ。取れ高が欲しいのかな。取れ高が欲しそうですね、なかなか。うん、まあね、やっぱり解読ゲームって言ってて、解読ばっかしてると本当取れ高ないですからね、このゲーム。うん、取れ高という意味では結構ね、その解読だ、そこはね、やっぱりね、皆さん多分そこをちょっと葛藤があるんじゃないですか。うん、やっぱ取れ高のためには いろいろプレイしていかなきゃいけないと。ただゲームに勝つためには解読しなきゃいけないっていうね。うーん、どっちを取るかなんですよね。やっぱ取れ高を取りたいタイプの人たちなんでしょうね、これは。これ泥棒強化入ったタイミングじゃない？なんかこれ見たことあるな、これ。これ見たことあるな、これ。あ、これ見たことあるぞ。あ、見たことあるよ、これ。いや、強すぎやろ、これ、マジ。はい、泥棒入、強化入ったタイミングの試合か。いや、これ強すぎるんだよな。だってさ、視界に泥棒おらんのよな。まあ、今いるけどさ、さっきおらんかったやん。さっきおらんかったのにさ、スキル封じられるっていう。強すぎるだろ。こっちの視界におらんのに、勝手にスキル封じられるの強すぎるでしょ。これもうね、どうしようもないよね、マジで。まあ、パラパラでさ、後ろ向きでっていう昔そういう対処法があったんだけど、それがね、マジで、それが意味なくなったから。で、寸止めだな、あれ。寸止めじゃないのかな。あ、寸止めじゃねえのか。あ、ダブル粘着ね。一旦下ろして、いや、下ろしたところでだよな。なんとかこれは、まだか。いや、でもこれね、もう、俺動画知ってるから、あ、そうよな。動画知ってるんだよな。そうなんだよな。殴ったところで硬直で、そのまま、通電させられるから、なんとか、フェイントで、離して持ち上げようと思ったけど、まあ、そうもいかずだったな。いやー、確かにこの頃、まあ、ぶっちゃけ今の泥棒も強いけど、でも今だいぶ減ったよね。やっぱ強化来るタイミングって結構流行るから、強化来るタイミングがめちゃくちゃ泥棒流行ったからな。懐かしいっすね。マジで懐かしい映像じゃん。懐かしのお宝映像になってるわ。懐かしのお宝映像や。あ、でも粘る。粘るくんですね。大事ですよ、粘るのは。試合、おっと、バッテリー残量。ここでバッテリー残量、危ない。戻れてゆく。バッテリー残量トラップですね。さあ、どうする？もう泥棒と踊り子がいると。これは追うのか？あーっと、無限瞬間移動も失敗していく。今なんか強化で無限瞬間移動がね、ちょっとタイミングがずれましたみたいな。ね。形でできなくなったみたいな声聞くんですけど、僕そもそもそんなに上手くないので、正直その強化誤差だなって思った。
うん、正直無限瞬間移動ができるできないっていうのがちょっと変わってきたみたいな話してたけど、そもそも僕はそんなに上手くないから誤差だなと思った、うんうん、あんま関係ないなと思った、うん、なんなら正直今回のジョゼフの強化はもちろん強くなってると思うよ、もちろん強くなってると思うけど、そもそも僕はそんな下手なので、うん、下手なもんなので、あの正直誤差ですね、うん、性能的にはやっぱり多少もちろん強くなってるけども、それをどんぐらい強くね、その強化を生かすも殺すもそのプレイヤー次第なんでね、うん、っていう感じの強化だからね今回、うん、生かすも殺すも。さあここでため攻撃をして、戻り子が起き上がらないと、まだまだワンチャン狙いますかこれ。おっと、何を殴っているんだ。おっと、ここで奇襲を、なぜここで奇襲を決めていくんだお前。やっぱ取れ高ですね、これは。いや、取れ高のためですね今のは。まあ、たとえ試合に負けてようが、今のだけを、まあ、クリップしてね、ショートとかにあげれば、まあ、あたかもね、すごいかっこいい、ね。あ、岡田さんまたかっこいい機種決めてるよ、みたいな感じになるんで、はい。うん。ここら辺見せなきゃいいんですよ。うん。ここら辺見せれずに、まあ、正直さっきも決まってないんだけど、まあ、ここら辺を見せなければね、正直大抵の YouTuber は、ね、YouTuber じゃないか。YouTube の視聴者はなんて言うんだ ?YouTuber とは言わんのよな。YouTube 民は騙せる。正直。うん。本当にね、そうやってずるいことをしていくんですよ。世の中そうやってずるいことをしながら、ね、やっていくことが大事だと思います。本当に。うん。てな感じで、これは、やっぱり負けるね。あんな泥棒どうやって捕まえる？マジで。あの強化当初の泥棒。マジ最強だったと思う、あの泥棒は。これ無限瞬間移動ミスんじゃね？あ、ミスるよ。無限瞬間移動、そもそもやる気なかったな、今。近かったな。戻る気なかったよね。まあ、戻っても意味ないしな。戻っても意味なかった。さあ、ジョゼフ結構粘っていきます。さあ、当たりません。おー。まあ、一釣りはできるか。あくまで粘るな。あくまで粘ってるね、この時ね。ワンチャン粘ってるね。大事だよ、でも。大事大事。もしかしたら引き分けになるかもしんないから。ゲート出てないからね、まだね、向こうは。相手はゲート出てないから。相手はゲート出てないんで、これはワンチャンあります。実はワンチャンある。さあ、ここでワンチャンあってくれ。頼む、ワンチャンあってくれ。ありそう。なかった。何にもなかったわ。さあ、これは4逃げかな。いやー、久々に見えましたけどもね。なかなか、ひどい試合でした。もう一試合あるか。もう一試合。さあ、もう一試合行ってください。もう一試合。あ、もう、え？一緒か？ん？あ、編成が違う。心理、教授、心眼、傭兵。いやー、でも、どうですか、皆さん。てか、あれですね。なんか、最近やっぱジョゼフがホットなのかわかんないですけど、ジョゼフの衣装がまた来るみたいですよね。うん。てか僕が動画投稿してない間に一個ね、ジョゼフの SSR 衣装が実装されましたね。あれ名前なんて言うんだ。白いやつ。白くて目が赤いやつ。あれ結構かっこいいっすよね。あれ結構皆さん評判いいですよね。みんなかっこいいって言ってますよね。うん。僕も中華アジアの方ではちゃんと、当てまして持っております。ただ使ってないんだよな、あの衣装。
あの衣装ほとんど使ってないんだよな。中華であとずっと虚言で言ってるから。今まさにこの試合虚言だね。そういえば中華ではずっとこのピンク髪ジョゼフで言ってるから、あの衣装使ってないんだけど。さらに、そしてさらになんか UR が実装されるっていうことですね。あれやばない？俺ちょっとチラッと見たけど、あれやばいよね。なかなか来てるよね。なかなか来てるやつ来たよね。もう、ま、ジョゼフだから正直何来ても、ま、来てるんやけど、あれはなかなかもう、もうよ。うん。もうじゃない、あれ。さすが UR よな。うん。岡田さんね、限定 UR 持ってないんだよね、ジョゼフの。今までに実装されてたやつ。なんだっけ？裁判官だっけ？裁判官って衣装持ってないんですよ。あの時、あれが実装されてた時って僕第5すらやってなかったので、うん、だ持ってないんですよね。だからすごく限定 UR は素振りの練習、はい、まあ、限定 UR をちょっと待ち望んでた民なんですけども、いや、ここで来るかということですよ。うん、いや、ただ金がねえよ正直金がない。そんな課金できるのかっていう。なんかさ、ここら辺今さ、めっちゃ衣装とかなんかさ実装されてへん。今なんかすごい、なんか衣装パラダイスよね今ね。なんかいろんなものが来ててさ、なんか第五人格さんな、あれなんかな、ちょっと今厳しいんかななんかなんかここに来てすごい衣装だのなんだのなんか実装してる感が半端ないんだけどね。えこんなんお金使ってくれっていう感じ。なんかさ、なんとかさんとのコラボってのもあるじゃん。なんかちょっと結構なんか動物的な、なあれ何コラボだちょっとわかんないけど、衣装、新しい衣装ありますよね。あれもめちゃくちゃなんか出してるよね。炭鉱だに、炭鉱だったり、なんか長考か。長考の衣装、本当にあれ紛らわしい。あれは最初、義士かと思った。マジで。俺、中華でランクを回してるときに、この前、あ、これ義士か、義士なら追うかと思って、無傷だったんだけど、義士ならまあ追うかと思って、しょうがないや、追おうと思って、追ってたら、なんか香水振られて、え？なんでこいつ香水持ってんの？ロボはと思ったら、普通に長考者だったね。マジで紛らわしい。あれなんかパッと見さ、義士に見える説あると思うんだよな。遠目で見ると、遠目で見ると結構義士に見えるよ。いやー、なかなかね、もう今衣装がだからね、新しく出すぎてて、本当にわけわからん、本当にわけわからんな。占いと曲芸のあの黒のロングジャケットのさ、衣装わかりますかね。あれもどっちもコラボだと思う。ストレイドックスコラボの占い師の衣装とペルソナの衣装かな、曲芸の。あれマジでね、似てる、シルエットそっくり。あれもいい、そっくりなんだけどね。まあ俺占い番してるからあんまりそこはいいんだけど、結構似てる衣装あるんだよな。うん、なんか空軍かと思ったら踊り子だったとかもあるしね、俺。あんまり衣装、どんな衣装があるかとか、覚えてるようなタイプじゃないからね。あれ結構意外と惑わされる。でもすごいですね、このね、今ね、衣装めちゃくちゃ実装されて、ジョゼフも強化されて、ジョゼフめっちゃ熱いと思うね。確かに。ジョゼフ人口増えるんじゃないですか？そんなことはない。そんなことはなさそうだ。うん。残念だ。ジョゼフなぁ。でもね、なんか中華はやっぱジョゼフ多いんですよね。
やっぱアジアと中華だとやっぱボーダーライン全然違うから、まあ上の方はねそんな正直変わらない気がするんですけど、1位とかの人はあれ、これなんか見たことあるな、このシンガンチェイス。このシンガンめちゃうめえな。めちゃくちゃ読み合い強い。引き打ち。オッケー。はい、通電。いやー、そうね。そう、もう上のタイヤとあんま変わんないですけど、やっぱ下の方は割とみんな使ってるっすね。僕の認知だともうアジアだったらね、 B バッジ余裕で取れるぐらいなんだけど、中華だとね1000位にも入らないぐらいですね今ね。うん、サボっちゃってあれなんですけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。